こんばんは。こんばんは。こんばんは、こんばんは。夜やね。え、嬉しいよ。呼んでくれてるんだけど、みんながこもって。こんばんは。みんな呼んでくれてるじゃん。こんばんは。メールで送ってすぐ呼んでくれるの優しいね。会う。こんばんは。今日もちょっとリップしか塗ってないんですけど、ごめんなさい。この椅子がなんかギシギシ言うんだけど。こんばんは。かわいいです。ありがとう。呼んでくれてる。ハリオトンちゃん、違う、これなんか体伸ばすさやつのさ上にさ、このこれ置いてるからさ。こんばんは。めっちゃ呼んでくれとる。急につけたあだ名呼んでくれるの嬉しいね。呼ばれてないよね。まだされてないんですよ。なぜなら呼ばれたことないからね。急に、なんか由来はっていうか、由来もそもそも何もないんですけど、由来っていうか、なんでこももちゃん、そう、呼ばれたことないんですけど、まあ、ももはちっちゃいから、身長がだからちっちゃいって意味をつけてこももにしてるんですけど、身長がちっちゃいよって意味で小桃なんですけど、なんかね、みんなさ、なんか例えばサーヤンとかもさ、ちょっとなんて言ったらいい、桃はそのまま桃かを桃にしただけだから、なんかちょっと変わったアイドルっぽいのをさ作ってみたいなって思い始めて、それで、で、私この間、ずっと前からなんですけど、ももかってすごい人と被るんですよ、名前が。もう本当にめっちゃ被るの。クラスに一人いたり二人いたり、学年にも何人かいて、すごい、だからすごい被るのが嫌だったのね、モーカは。自分の名前が、だからモーカママに、なんでモーカは子モモとかっていう名前じゃなかったのって聞いて、よく聞いてたんですよ。なんかモモっていうのは好きなんですけど、なんか子モモちゃんとか可愛いじゃんってママに言ったところからひらめいて、あ、みんなに呼んでもらえればいいじゃんと思って、今回ね、ちょっと。もうかりんとかではないですね。ただなんか
ちょっとももちゃん以外も呼ばれたいなみたいなそんな感じです。こもも通信可愛くない？こももちゃんの全然メンバーも知らないかな。さっきすももちゃん、可愛い。すももちゃんも可愛い。こももってあんまいないなーみたいな感じで、ちょっと気持ちをね、気持ちっていうかももちゃんもねニックネームのままなんですけど思うかも。初期の頃さ、なんか自分のあだ名がどうしたらいいかわからなくて、何も詳しくもなくて、本当にわからんくて、もうそのままももちゃんにしちゃったのよ。みんなさ、みんな最初からささやかりんとかってつけてるのに、ももかはわからずてももちゃんにしちゃったから、ちょっとね後悔してた部分もあって、なんか他のもつけてみたかったなって、最初からねなんか他のアレンジしたのもねつけたかったなって後で思ってたんですよ後で。だからちょっと今更ながらやってみました。全然ももちゃんも気に入ってたので、あのあれなんですけど、ちょっと変わったのも呼ばれてみたいなみたいなもっくんやだ、男の子みたいじゃんそう、ももちゃんも全然気に入ってるよ。けどなんかアイドルっぽいのをちょっと考えてみたかったんですよ。ももちゃんもアイドルっぽいけど、そのリンとかゴビン、ゴビンピーとかアンピーとか、それピーとかのピーとかあるじゃん。そういうのちょっとね、ちょっともうかもね憧れを抱いてしまった大ももこちゃん長い長い。そう、子も可愛くないですか？あんまかぶんないし、もかちゃんもねそう考えたことあるんですけど、もうほんと最初の頃は分からなすぎてそのままにしちゃってたので、今更ながらファンの方、自分のファンの方だけでもたまに呼んでくれたらいいなっていう思いでつけましたコールとかはそのままももちゃんだと思うんですけど、ちょたまにお呼びください。しかもなんか迷ったよね、なんかプロフィールの更新するから、あのプロフィールのやつアンケート出してって言われた時に、もうかめっちゃなんか夜さ、夜中に遅れ提出12時前に遅れそうになって急いで書いたんですけど、こも持って入れるか入れないかめっちゃ迷ったけど、ちょっと深夜テンションで笑いながら入れて入れちゃおうみたいな感じで入れたら、入れたら本当に書かれてたそらそうよね自分もプロフィール更新されてるの気づいてなくて、あっみたいな、あこも持って書いとると思って、うん、深夜テンションでそう後悔してないですね。意外とみんななんかメールで送ったらすぐ受け入れてくれて、いっぱいメール返信でもこもちゃんこもちゃんって書いてくれたので、イエーイと。よかったらね、あのこももうちわとかもお待ちしてます誰ってなりそうやけど、メンバーのみんな、間違いかと思った？そうだよね、急に書かれてたらびっくりしたよね。マイティさん大型に直してくる、旧型にされてた、お
で変わったなあだ名でね、呼ばれたことないのよね。もうねないのよ。石鹸とか言われたことあるけど、それまあそのショールームのプロフィール書かないと、こももちゃん追加しよう。石鹸、なんかリステンと石鹸って似てないって言われたことはあるよ。でも呼ばれたことはないな。あとなんだろう、なんて呼ぶ、もう本当にねむこちゃんが呼んでるモモンって呼ばれてたりぐらいじゃないですかね。本当、あとはでもいけちゃんとかがせんちゃんって呼んでくれてるから、それもちょっと変わってるのかな。なんてあいなさ。いやでも小学生の時になんかふざけて言われたぐらいのあれなんですよ。だから本当に呼ばれたとかではなくてね。こももももこもこももこ組さん、ちょっと見そうね。こもも組なら結構可愛いと思いますけど。でもももちゃんも全然今まで通りのなので、ね、ちょっと遊び心で追加しちゃったの。読み方を読み名を独特にする人、あ、そう、私めっちゃなんかね、ちょっと他の子と違った呼び方で読みたいみたいなとこあるから。あ、でも人にもいるけど、サーヤのことはヤンちゃんって、ね、でも結構ヤンちゃん広まってるよ、多分私が読み始めてから。こんばんは。こもも組って僕たちも可愛く。確かに自分もやっちゃんよりです。お、お揃いなの？そうね、メンバーからは大体ももちゃんかな、私は。こもメールね。ももちゃんメールだよ、そのまま。こんばんは、こんばんは。でももしじゃあ4期生とかにももかちゃん、ももって子が来て、ももちゃんやったら、もうこももちゃんにしようかな。いそうだよね、でもこれから。今回いないだけでも結構ももかちゃんはかぶるからね。もう独特な名前は呼ばれないな。何それか。うん、先輩だけど、ウォーカーがこれを機に変えようって。リッセンって子はなかなか入って、でもリッセンって子が入ってくるとしたら、もう私のいとことか。そう、私のいとことかもう親戚レベルだと思うよ。途中で使えないよ。
あ、リセアイリっていう人、リセアイリっていう人だね。まあいとことかもいるにはいる、いますからね。全くないとは言えないですけど、ないと思うけどね。アーシャもね、そうね、そろそろかな、アーシャ。今のところね、だんだん大人っぽくなってるやん、アーシャの顔が。ちょっと、更新していきたいですね。コモちゃんが最近食べて美味しくなかった、美味しくなかったもの？え？なんやろうか？美味しくなかったものか。え？最近なんか、なんか、嫌なものも、食べてないな。なんやろ。ちょうどそう、リサアイリちゃん曲写真、ショールームかぶっちゃってるよね。そう。ひょまんね。こんばんは、こんばんは。こんばんは。タンポポ衣装ね、変わるのね、そうよね。ももちゃんが好き。ありがとう。高知で一番多い名字は小松。あ、そうなんだ。なんか病院の名前とかにないっけ。あと何が多いんやろ、高知。誰、何さんが多いかな。山本さんとか結構いたかな、クラスとかに。誰がいるやろ。プロフィールの下にお試しメールのリンクがあったから押してみたら、めっちゃ昔の王じゃん。めっちゃ昔の方が出てくる、絶対。なんか結構さ、前の写真を見た時に結構さ、幼いですよね、今以上。今も幼いのは変わってないんやけど、なんかね、目の二重幅をね、なんかいつの間にか広くなったんよ。ほんと、なんか何もなんかしたとかじゃなくて、いろいろ昔から線があったので、なんか広くなったの。山本、山崎、浜田。浜田のって方は私はいたか、会ってたかな、どうやろう。でも山崎とかさんいたかな、多分クラスとか学年。リセもたまにいますよ。もんかは出会ってないですけど。広島は山本さんの。そうなんだ。5月27、ツーショット楽しみにしてます。はーい。広末さんはね、私は会ってないな。愛媛は村上、石川、真鍋。そうなんだ。高橋さんもいたな。確かに、いたいた。こんばんは、こんばんは。珍しい名字なの。どうなんやろうね。私がたまたま会ってないだけなのか、珍しいのか。去年の誕生日メールめっちゃバブなものだったと思うけど、変わったぞ。どうだって、変わってるかな。グアバラさん、いたいた。いたいた。下の名前でリョウはいなかったね。立山神社と下神社、そう、2つあるね。山田さんいたかな。ふふ、好きな桑原さん、ごちね、そうだよね、桑
桑原さんは結構いたかも、個人的に。あった中では、あった中とか学年とか。渡辺さんもいたね。山内さんとかいたかな。桃花が出会ってないだけの説もあるから。こんばんは。ホームページメンバー、そのショートムービーアップされ始めたけど、もーちゃん動画いつか。あれ全員なんかね、あのあれよね、アンピーとひなさんがやってるやつ、やまず出てるやつよね。リッセンってかっこよくて好きです。ありがとう。嬉しいね。こんばんは、こんばんは。そう、リセンはね、出席番号ね、わーわーから始まる人がいないと絶対最後になる。メンバーが順々にね、そうなんかね、アンピーはオリコちゃんの企画をやってて、ひなさんはあのアーから50音順で、あの萌え台詞をやる、考えるっていうやつで、なんか再生回数がで最後までいけるかわからないって言ってたから、私も見てた。最後まで見たいから。アンピーのね、オリコちゃんグッズもね、欲しいですね、私。可愛いからね、オリコちゃん。でも私がやるとしたら何の企画なんだろう。そう、好評なら続編がある。いや、メンバーがそれぞれ企画を考えたのかも分かんないんだよね。もーちゃんの写真集がみたいな。ありがとう。オリコちゃん。アンピが作ったキャラクターだよ。好きなニュー。私がもうご褒美企画だな、それは。もーも、そうね、もーは今のところね、話来てないかな。ドラゴンさん、姫ありがとう。ゴイステカープさん、ランプありがとう。こんばんは、こんばんは。グッズ企画ね、でもモーカのグッズって欲しいのかな、みんな。モーカの絵のグッズはね、なかなか使い道がないような絵しか描けないからな。カツオの一本で結構ド派手に行くね。来月の大阪の話し会始めまして、お待ってます。絵によるとか。あ、喜んで使います。そう、トートバッグね、使ってくれてる方も。安否、お散歩しに外出たけど警察の方がたくさんで帰ったらしい。あ、そうなんだ。そうなのね。シールとか帽子とかね、いいよね。シールいいよね。
そうね、イラストまた描いたらグッズ化するかもってやつがあったら描いとくやん。見て、今日これゲットした。ジュレンジュレジュレジュレチロップに気づいてジョージ不況、肛門も不況してちいかわのじゃーん、ちいかわもこもこポーチー。でもこれまだ何出るかわかんないもん。この3人くじじゃないよ、普通に買うやつだよ。うさりちゃんとちいかちゃんとはちわれちゃんと、はい、私の推しメンももんがちゃんとくりまんじゅうちゃん。まだどれが当たるかわかんなくて、配信で開封しようと思ってまだ開けてないんよ。こんもちゃんありがとうへへへ。そう、これランダムなの。5分の1でモモンガちゃん、なんですけど、まあどれでもね嬉しいのは間違いないんですけど、個人的には一押しのモモンガちゃんとちいかわちゃんがどっちかが当たったら嬉しいなっていうのと、本当はシーサーちゃんが好きなんですよ。他にはシーサーちゃん好きなんですけど、今回ないんですよ。シーサーちゃんはいないので、開けよう。こうやってさ、ビリってやらんと開けないやつかな。ハサミがある。なんだもうね、そう、推し面は当たんないよね。まあでもチーカーってどれでも可愛いから、どれでもいい説はほんまにあるよねけどまあ欲を言えばって感じ。あ、これでなんかなんとなく分かってきたぞじゃじゃん、ちいかわ2番目に欲しかったやつ、推し面ではないけど二押しが当たりました。でかっ、結構大きいね。じゃーん、大きい。これ400ちょいぐらいだったけどさ、結構大きいね。じゃーん、嬉しい。ももがちゃんもね欲しかったけどね、ちいかわちゃんも好きやけんね。誰が当たっても嬉しい。何入れようかな、このサイズやったら。なんかよくメイク直しをする時とかに、全部はいらんから、例えばこのコンシーラーとか、そのパッと直したい時に入れるメイクとか入れやすいかな、こうやってって思う。これ使いましょう、メイク。そう、リップとか。そう、持ち歩く用のね、お直し用のねメイクポーチに良さそうだよね。でもなんかメイクポーチのさやつってさ、液漏れとかしてたまに汚れるのがすごい怖いんですよね。こういうのとかもさ、ここからちょっとさ負けてきちゃったりするのがすごい怖い。アンピーがモモンガと交換してって言ったら全然するよでも使っとったらもうあれやけど、申し訳ないからさ。こんばちゃん、こんばん、こんばんはー
妹が見てたけど1話1分とか。そうなんよ、すぐ終わっちゃうの。アンピーはそう、ちいかわ推しかな多分。もーちゃん見てる顔これさ今日はね、ある猫ちゃんに一目惚れした一日だったんよね。あ、ジップロック最強だよね。もーちゃんがちいかわにああーしか言わんけど、ちいかわわーかひと目惚れ。え、猫ちゃんはペットショップの猫ちゃん。もうね、やばかったの。もう本当に可愛くて、もうマンチカンの子なんですけど、もう一目惚れして、こももちゃんそう、私の今回の密かな野望、猫を飼うことなんですけど種類はあの種類はマンチカン。うん、本当にもう本当にずっと眺めてて、めっちゃ可愛かったんですよ。もうなんか小さくて、私でも大人になった猫も好きなんですよ。なんかちっちゃい子猫の頃は顔がキュルンとしてて可愛いけど、大人になったらなんか貫禄があってすごい好きなんですね。どっちでも。うん、でもお家は、お家はそう、ペット飼えないので多分あれですね。うん、家族系も好きです。そう、でもピアちゃんね、砂から出てこんくてね。グダグダする猫ちゃん、ちょっと高いかな多分。そう、全然出てこなくて、そう不安なんですけど、でも砂を掘るのも怖くてできないんですよ。なんかね、ヤドカリちゃんはあれなんですよね、脱皮の成功率が結構低くて、そう失敗してたらもうどうしようと思って、まだ砂を見れてない、見れてないっていうか、そうなんですよ。こんばんは、こんばんは。餌入れてるよ、霧吹きもしてるんですけど。うん、めちゃめちゃ不安。そう、なんかピアちゃんを飼った時に、その選んだ時に、選んだというかこの子にするって選んだ時に、一番ちっちゃい子でペットショップの方に、なんかちっちゃい子はすぐ弱いというか、なんか結構長生きしないかもしれませんみたいな言われて飼った子だからちょっと不安。そ
そうなんよね。そう。そうなんよ。確認方法があんま分かんないからみんなにお伝えしにくいんですけど、そういつから通い始めて1年半ぐらい。でも1年半ぐらい経っても体が一向に大きくならないからなんでやろうっていつも思ってたんですけど、ずっとちっちゃいままの子だったので、頑張ろう頑張ろう。そう、甲殻類の脱皮率は低い。そうなんよ。万が一っていうか、もし出てきてくれたらまたお知らせします。成功してることを祈ってる。うん。はーい。顔に改名したのにねえ、出てきてほしいけど、桃が好き桃が好き。猫を飼いたいとは書いてるんですけど、猫は飼えない。子供に会いに行ってほしい。超可愛いからね。引っ越す時間でもヤドカリちゃんとかもまた、でも最近ね売ってるところを見たことがないんですけど、売ってるところを見てないんですけど、また出会いがあればヨドカリちゃんもねお迎えしたいんですけど、飼ってたヨドカリ3匹は2匹が脱皮失敗したね。ね、難しいよね脱皮ちゃん。大怖かった？虫はやだうん、ピアちゃん探す時もどこで買えるか分からなくて、この前潮干狩りしたヤドカリって、そうなの？赤ヤドカリかな。猫ちゃんのために広島に一軒家買っちゃうしかお金がないよ。そう、でも今日私が一目惚れした猫ちゃんを見た時は、私すごいね、運命だと思って、その子と出会えたことがその猫ちゃんに会えたことが運命だと思って。アイリちゃん猫配信してるの？待って、こっちでショールーム入れよう。そう、今日本当に運命だと思って、そう運命だと思って、その猫ちゃんを見つけた瞬間引っ越すってママに言ったんですけど、私引っ越すって言ったんですけど許してもらえなかった。
んかアプリの、もうもも引っ越すねってママに言ったんですけど、あ、今はラキちゃんはいないの、お姉ちゃんの配信に。こんばんは、こんばんは。あ、今ラキちゃん、ただいま、おかえり。消えた。でもこれなんかアップデートみたいなしないとショールーム入れられないって言われちゃった。見れない。え、三期生の寮ね、ぬこもわんこも帰るの？そうなの？今日っていうかお家か。ラキちゃん来るぞ。見れないもん。入れられないよ。バージョンアップしないと入れられませんって言われた。え、多分もうまだ入れるね。入れれる？あ、入れるね。あ、入れれる？あ、入れられる。アプリケーションをダウンロードして使用するには iOS14 にアップデートする必要があります。ブラウザで見れるの？あ、サファリ？サファリで見、どうやって見るの？ショー、猫ちゃんタイム終了した。頑張ってるのに、もうか。あ、見れるよ。ありがとう、みんな教えてくれて。一線あいり。あー、違う違う、リカノリだよ。もうなんかいいよ、みんなもし見えたときここに置いとくわ。ここに置いとって、っていうかお姉ちゃんのさ前髪分けめちゃ可愛い。カラオケ入れたよ。けどなんか広告じゃないの、これ。なんかこれどうやったら消せるんやろ。あ、なんかエンジョイカラオケ
女性アイドルソングでも盛り上がろうってやつがさ、あの大人感わかる、大人だよね。スペシャルギフトとかこれもうここにしか無理なんかな。かぶっちゃってる。え、待って、みんななんてコメントしてるこれ見えないコメントも見えない。こっちの来る、はあ、鶏肉触ってる。右下のギフトログ、右下も被ってる、嫌がっとる嫌がっとる、あかった、指針だ、やった、指針されてる嬉しい。台所に飾ってました。ちょうど私のアクスタ持ってる嬉しい、ありがとうとお伝えください。今私これ多分あのログインしてない状態で見てるから。やったね、ちょっと後でスクショ撮ってる人もいたらください。これなんか取れなかったもん。嬉しい、指針や。あ、スクショ撮りましたあ、でも聞こえちゃって、そうそう、ももが見とるらしい、お皿洗い。行くよ、料理してるのね。伝言ありがとう、みんな。一旦末で一旦期待してる。みんなありがとう。あ、オムライス作ってんの？いいの？そう、お家泊まりに行ったら、あの、私お姉ちゃんのお家に泊まりに行きたいと思っとって。で、泊まりに行ったら、そう、もう猫ちゃん配信もできるあとお姉ちゃんと一緒に配信していいかは許可取らんと無理かもしれんけど、もし許可が取れたら一緒にやりたいんだよね。そう、一緒に配信したくて。でもこの猫ちゃん、なんかお姉ちゃんが持ってる感じ、ラキちゃん、ラキくん、ラキくん、なんかすぐどっか行きたがる感じしないなんかね、猫はいいのにお姉ちゃんや許可がわかんないけど、そう、動物だったらいいのかなみたいな。そう、なんかあんまり映させてくれない感じする、猫ちゃん。もうちゃん
猫ちゃん、そう猫ちゃん舐めるもん。なんか配信なんか止まってる？大丈夫？じっとしてくれない、そうじっとしてくれないタイプの猫ちゃんだと思う。めっちゃ分かれるよね。めっちゃベタベタ猫ちゃんもいるし。そう気まぐれさん大丈夫？ありがとう。ワンちゃんとかやったら結構ね、あでもどうやろう、ワンちゃんも結構一瞬チカチカした。ごめんよ、なんか私の方でも一瞬なんか止まっちゃった。あさっきも噛まれてたそう噛まれてるよね。なんかお姉ちゃんのルームで皆様伝言係ありがとうございました。私がコメントできないから軽く暗闇になった。なんでやろ、なんか電波が悪いのかな。名前ラキくんなんだって。ハト伝承バトそうこの端末、あまたなんかなっちゃ、あー止まる、止まってるよ。なんか一瞬ラッキーから、私由来知らないんだよね。なんでラッキーくんなんだろう。ちょっと一瞬これ止めてみてもいいですか。どうかな。ピアちゃんの由来はですね、ピアちゃんはもう本当に名前が可愛いからピアちゃんでした意味はなかったんですけど、うん、なんか純粋にピアちゃんって可愛いなみたいな。どうやろうか、ごめんね一回止めてみたけど、これで電波が悪くなってたらごめんね。またなんでやろうか、さっきまで全然大丈夫だったのに。かわいい、手振ってるお姉ちゃん、前髪分けんのかわいい。小桃とはちょっと呼ばれたい名前で。コピちゃん、コピちゃんかわいいねでも私将来子供ができたら何々ちゃんにしたいなとか、何々くんがいいなとか結構名前を考えるのが好きでわかる？ピムスのフリーライブの宣伝ねあるみたいだから私も行きたいんですけどね。私いつかお姉ちゃんのチェキ会に参加することを目標にしてて、そう子供、いやめちゃめちゃあの将来の将来もしっていうことを考えてるだけで。アクアマリン推しの子みたいな感じじゃないから全然。友達がエリちゃん推しになってたから私も会いに行って、あそうなの、いいな、ももにも会いに来てね。こもちゃんがチェキ会行く時に行かないとでもさお姉ちゃんのファンの方やったら、まあ、もものこともさ知ってるじゃないですか。だからどうやって行こうって思ってるんですけど、桃花自体は全然有名じゃないけど、お姉ちゃんのファンの方になら桃花のこと知ってると思うから、お姉ちゃんに一度も会ってないから。あそうみんな結構お姉ちゃんにも会いに行ってるでしょあかわいい
トゥ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 。結構さ、推しの子の内容がさ、結構あれやけん、みんなさっきから心配になってるかもしれませんが、あれはもうアニメの話であって、あの現実ではほぼありえないような話なので大丈夫だよ、みんな。もうアニメの話としてね、面白いけど現実世界ではほぼないから。うん、ピーカマってたんだ。ほんまによないよ。まあ全くないとか言ったら本当になんかあれだけど、私に関しては全くないのでそう、フィクションなので内容として面白いのでそう、そうアニメの内容としては面白いんですけど、現実世界ではほぼありえないことだから。ピーコマでフフーチャ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 ピーコマでフフー。でも推しの子始まってからそうよね、ちょっとさ心配になるやんな。わかるよ、わかる。わへもももちゃんの子供なんてあのももに関しては何があってもないので、そんなルビーとか名前つけん、でもね、ルビーとかアクアとかはないけど、どっちかっていうとちょっと変わった名前は好きですね。え、めぐり？サファイアちゃんアイドル踊ってみてやりたいんやけどね、発信する場所がなくてね。急をし、急して急に1歳児の母ならないです何があってもないです。もう異性巡りやばいそれ推しの子始まってから結構みんな心配になってるイメージあるかも大丈夫だよ。6話見たんですけど、結構なんか悲しい内容で、でもすごいリアル感もあって6話の内容。ちゃんちゃんちちちゃピーコちゃんちゃんちゃん。6話ね、悲しかった。でもちょっとリアルなとこがね、だいぶ悲しかったより。かわいい、あ、消えちゃった。可愛かった、飛んどった。リチャードさん、ペンギンありがとう。インヤンさん、ランプありがとう。深緑さん、可愛いありがとう。ドラガンさん、姫ありがとう。ミミンさん、姫ありがとう。ペロペロズさん、星ありがとう。福ちゃん、姫ありがとう。ゲーム監督さん、姫ありがとう。リアルというか、あの放送されている、まあ内容は言えないんですけど、なんか放送されてる部分だけをみんなが見て、それでその子を悪いと思っちゃうとかってさ、ちょっとリアルじゃないですか。本当は別の部分もあって、別の部分とかもあるのに、放送されてる部分が全てのように見えてしまうっていうのは、その内容は言えないんですけど、ちょっとあれ悲しいなって。確かにそれはちょっと理解できるなって思って悲しかった。こんばんは、こんばんは。うん、まあそうね、切り抜きというか編集の仕方とかもあるじゃないですか。
だから全てがさ、そのってわけじゃないから、それは確かに私も共感っていうか、ももは別にまだそんなないそんな経験というか、悪く見えちゃうような編集のされ方をされちゃったとかないんですけど、実際にそうあるんだろうなっていうのはすごい伝わった話だったな、録音は。小桃さんもエゴサするかもしれない全くしてないとかじゃないけど、なんかそんな普通にハッシュタグリッセンモモカとかなら見るかな、普通に。見えるものが全部真実だ。そうよね、それだけではないなとは思うよね。ラキちゃんめっちゃ泣いてる。え、そうなん？泣いてる？もーちゃん可愛いでつぶやくの心がけます。喜びます。今泣いてんのや。てか美味しそうな音聞こえて、やばい、お腹空いてきたお腹空いた。私ワンタン買ったから食べようかな。美味しそう。めっちゃいい音してるめっちゃ美味しそうな音聞こえる姉ちゃん料理うまいんですよね。ね、試食しながら iPad 桃色。もう iPad ね、桃色じゃないけどケースが桃色なの。泣かないなぁどれだけ猫ちゃん好きなんだよって感じだよね、僕は。かわいいな、画面。音だけで食べる？実践家は猫飼ってないですね。お姉ちゃんだけが飼ってますね、今。うん、聞こうと思うと泣いてくれないね。魚動画もそう、撮りたいし、新しく釣りに行きたいんですよ。桃が音聞いてるって誰か言ったでしょiPad 私物よ。から入ったらしい。泣いてくれんな。何釣りたい？キス。いろいろ包むけ、いやバレる。
泣いた？指針や、私に対しての指針や。これはなきちゃんからの。泣いてる。お姉ちゃんの言ってることが面白いんやけど。さっきから満足です。ニャオーが聞こえた。でもあんま泣かんって言っとったね、姉ちゃんが。満足しやした。うん、殻入ってね、文句言ってる。満足した。猫の種類、猫の種類知ってますか、誰か。マンチ。そう、サヤゴロ王国出たいんですよ、ももか。小動物はちょっと無理なんですけど。小動物はちょっと体がね、体というかアレルギーというか、それでちょっと難しくて。サヤゴロ王国は出演者希望が多数。そうなの。モモカの釣り言われたことない。モモカの目指せ魚ちゃん出たいって言われたことない。指針って言って喜んでるよって。そこも伝えてくれたの、ありがとう。いや、ももの釣りはね、さあやんがももちゃんの猫指定で笑ってた。猫カフェに行くときは私だけを連れてってって言ってます、最後で。そうだよ、美味しいさ魚を食べられるのに。あー、やっぱ寒い中釣りしたから。でももう今の時期からさ、さあったかいんですよ。だから釣りは過酷じゃなくなってくるんです。だからでも多分ね、魚のね内臓とか取るのがみんなあんま得意な子いないと思う。なんか中学校の時の調理実習とかでその内臓とか洗っていくところがあるんですけど、そのところを嫌だって言ってる女の子がすごい多くて、私はあんま気にしなかったのであれだったんですけど。そういうのとか、あー、餌つけるあれか、暑さと日差し。そうだよね、確かにそうだ、それは大変だ。やっぱサヤゴロウはさ、可愛い動物ちゃんたちに癒されるけど、私の企画はちょっと大変。だからそうね、匂いもつくし、匂いというか魚の匂いがつくし、餌つけるのがみんな嫌なのか。そっか。あとね、最近ね知ったんですけど、
なんかあれだし、みんな魚よりもお肉派らしい大体の子が。なんかあんまり刺身めっちゃ好きみたいな子、若い子であんまりいない気もするんですよ。なんかみんなお肉派だから、どっちかっていうと魚ってよりは、誰と釣りしたいの？でもももはマイキューさんとかが私よりも釣りとかの捌くのに詳しいので、一緒にやってみたいなとは思ってます、個人的に。うん、魚が得意、魚釣り得意なメンバーを。そう、ユナエナもだよね。ユナエナも普通に個人とかでも行くぐらい好きって言って、好きだから、その3人とか他にも釣り好きなメンバーがいたら、そのメンバーで行きたいし、ある意味イソメとかを触るのが苦手な子も連れて行ってみたい気もする。ある意味ね、あんま釣りしないみたいな。もう誤解ってなんだっけ、なんだっけ、さっきなんか餌のやつ、うん、でもイソメとかは触れるよ。こんばんは、こんばんは。リセちゃんは釣る方が得意そう。大丈夫かな、みんなキュンってしてくれるかな。市場、そう、私魚市場に行きたい。なんか魚ちゃんでしたい企画あるって言われたら、まずまあ普通に魚釣りじゃん。であと市場、魚市場に行ってみたい。それで朝一とかの魚を買ってさばきたいとか、あとは川釣りもしてみたいし、なんかちょっと一日キャンプしながら魚釣りみたいなやってみたいし、うん、そういう、あ、潮干狩りにも行きたいし、うん、なんやろな、あ、川ね、あのね、穴釣りしたいですね。結構ね、みんなにとったら大変な企画かもしれないんですけど、魚好きからしたらそんな大変でもなくて、あと船で魚を釣ってみたいです。メバルいいよね。結構実はいろんなね、そう、野望があったり、でもあれだけは無理だと思う。ね、海を潜って着く、あれはもうは絶対できないと思います。まず下まで潜れないから。動画とかで見たんですけど、めっちゃ難しそうだし、まずなんか奥まで行けないから森でつくやつあれは多分無理もうか、もう泳げないから、あんまり。いや、そう、取ったぞって、そう、それそれそれ、あれなんか結構難しいらしいですね、潜るの。そんな想像ではさ、こうスイスイっていける感じするじゃないですか。でもめっちゃむずいっていうのを聞きました。ゆきりんさんが柏島でイカ釣ってた、いいな、そ
そうなんだ。普通に釣りましょう。そう、普通に釣り堀とかにも行ってみたいし。ね、できる人少ないよね。そう、プールぐらいのさ、あの深さならあれやけど、なんかいっぱいねやりたいことがあって、日向坂さんがリリースキャンペーンのタイの船釣りいいな。私と夢はファンの方と一緒に釣りをするっていうのが目標というか。バンジーやだやだね、大変そうだよね。森で着くのは難しい。俺もやだ。だって魚に関係ないもん。やだ。大きさ勝負、数勝負。どうやろう、思うか、うん。メンバーごとに、あ、確かスペイベね、選べたら楽しそうだよね。紐なしバンジー。もうそれ飛び込むだけやん、バンジーじゃなくても。怖い、もう泳げないから。下でファンの人がいっぱい待っててくれるなら助かるけど、多分普通に一人でボチャンって言ったらもう大変なことになっちゃうので。助からない、やだやだやだよ。待ってるのも大変それな。ほんとよ。確かにファンの方も違う。ほんまよ、お互いお怪我よ、ぶつかってズドーンってなっちゃう。観賞魚ね、いいよね。なかなか釣りって始める機会難しいよね。そうね、バンジーやってるアイドルさん多いよね。わかる、多いよね。でも本当は何人かやる予定やったけど中止になっちゃったよね、前。足方のバンジーこそ、そう、私ジェットコースターとかすごく得意で、全然怖いとかなくて楽しいみたいな人なんですけど、あの自由落下はちょっとどうしても苦手なんですよ。まあメンバー全員でやろうっていう企画なら頑張るけど、全員でね。けど、そう、自由落下だけはもうほんまに苦手な気がする。尺的に全員は。やだ、なんか3人に選ばれたとか言われたらもう泣いちゃう。へぇーと。もう、え、やだ。
絶叫系に乗ったら青ざめます。絶叫系ね、乗れない子も多いと思う。だ結構怖いもんね。かなり怖いよ。乗れるけど身長制限は大丈夫だよ。120センチぐらいやろ、大体。大丈夫、150センチあるから、151だから大丈夫です。コーヒーカップのぐるんぐるん、私ね、回る系得意なんですよ。なんか前からめっちゃなんか回ってぐるんぐるん回って遊んでたんですよ、ちっちゃい時で。この目が回るって言ったのを楽しんでるみたいな人だったので、結構目が回る系はね強いと思います。昔彼女と乗った時に目を閉じてたら開けてって言われてめっちゃ高いとこもね、そうですね、怖くないわけじゃないですけど苦手ではないと思います。富士急行ったことないよ。ユニバでジェットコースター乗ってなくて、そう乗ってなくて、やんちゃんがめっちゃ速すぎるやつは苦手って言ってたので、外のやつは、やけん無理やり連れていくのはめちゃめちゃかわいそうやけん行ってないよ。ユニバは別にジェットコースターとかも楽しいけど、それ以外にも楽しいところがいっぱいあるから、私も全然絶対乗りたいとかではなかったから、何もほぼ乗ってないですね。雨の日に読売ランド行って、街なしで10回連続バンデット乗ってふわふわって、あれかな、写真撮ってくれるやつ、途中でパシャッみたいな。これぐらいのその乗ってないね、あるっけ今、あるか。マリハのジェットコースターの安心そうね。そう、スパイダーマン終わっちゃうらしい、乗れなかった、乗ってない、知らなくて。何乗ったの？ハリーポッターと、ハリーポッターとなんだっけ、ミニオン。こんばんは。もう怪我しました。あ、そうそう、インスタにも載ってるやんちゃん。そう、でもハリーポッターって意外と怖くて、結構その室内のやつ、映像のやつやけど意外と動くんですよ、この乗ってるやつが。だからやんちゃんはハリーポッター乗ったことないって言ってたから、で隣に座っとってなんか、はぁーってやばって言ってたから大丈夫かなと思って心配になった。怖かったかなと思って、でも楽しかったって言ってました。福山で見たももちゃん返すって2回目ってしまった、また待ってるよ。リアルにそう、空乗ってるやつ、あれ、これほうきの上乗ってるやつみたいな。ユニバエクスプレスパス買って4つだけ乗って帰ってきたこと、え、そうなの。ハリーポッターのトラブルで停止して、
あのそうね、安全確認のために停止することあるよね。モーカーはまだ経験したことないですね。ほぼユニバに行ったかのか3回ぐらいしかないっていうのあるんですけど、人生で小学校の修学旅行と中学の2年か1年の頃パパとママと行ったのと3、4と行ったの。ジェットコースターで止まったら確かにちょっと怖いよね。でもあれよね、安全装置がそれだけちゃんとしてるってことだと思うので。でもあの上で止まったら怖いなと思う。一番さ高いとこでさジェットコースター止まったらさ、もうずっと上を見ながらあ観覧車とか確かに止まっても、確かに確かに頂点付近ならそうよね、ちょっと怖いよね。ね、でも止まってるのは逆にあるよね、安全装置がちゃんとしてるか。告白する時間、え、実際さ観覧車とかで告白した人いるのかな、いるか。漫画とかではさあるんですけど、実際いるのかな。え、した？観覧車で告白は成功すればいいけど、ダメだったときはそうだよね、ずっとそこで悩んでいくもん。昔だけど、おお見つけました、ロマンチックですね。子ももは遊園地でフラッシュもうね、プロポーズって憧れ。僕は結構ね目立つの恥ずかしい人なんですよ。嬉しいけど逆にすっごい恥ずかしいかも。顔真っ赤になっちゃうから、あ、でもなんかフラッシュモブ私参加したんかな、忘れたんですけど、前なんかダンス通ってた時にフラッシュモブ、フラッシュモブが参加できるみたいな、あれ参加したか忘れちゃった、してないかもしれんけど、参加する側になりそうだったことあるかも、その踊る方踊る方、でも忘れちゃった、参加してないかも。結局どうだったっけ、なんかね募集してたんですよ、フラッシュモブやるからその習ってるダンスのみんなで出ようみたいな、でもは行ってないかも忘れた、行ってないかもしれない、そういう話はあったけど多分。え、忘れちゃった、何の話、レオもやったかな、どうやったやろ、
どうやったやろうか。こんばんは。ラッシュモブ。ネオマンだったかな。こんばんは。そう。多分やけど。こんばんは。魅力の里？いいね。後ろにハンディアドンいるよ。チラッチラッ。さっきいっぱい初訪問って出てる。ありがとうございます。後ろの背もたれ、そう、持たれてない。こんばんは。今日も90分、そんなに配信してる？ほんまや。ライノベルちゃん、その方が結構こうやってピンってしたいんです。あっという間に90分。お腹すいた？そう、最近私なんか配信の時間制限がないからいっぱい時間忘れて話しちゃうんですよね。そうなの。カモちゃんで定着。カモモです。カモモです。お、アップデートできてるかも。初めての人は確かにももちゃんじゃなくてコモモかなって思うよね。もうこももって忘れてた。忘れないで。こももさんタイム。こももさんタイムです。こどもちゃんじゃない、こももだよ。こどもちゃんじゃない。今更だけど、こももとは私がちょっとノリで新しくつけた私のニックネームの追加バージョンです。ももちゃんとこももちゃんが私のニックネームにしました。こももにはちゃんつけて、え、でもちゃんつけてもいいし、全然困るみたいな。うまるちゃんのね、こもも、こももさんの山賀ウェブも最高なんで、ぜひ延長してみてください。ありがとう。そう、深夜テンション。好きな食べ物にうどんを入れようか。香川出身じゃなくて迷って入れてないんですよ。自称副部長。いや、事実なんですけど、英語部に関してはちゃんと自称じゃなくて、自称じゃなくてちゃんと英語部の副部長をやってたんですよ、中学校の時。でもめっちゃ英語できるわけじゃないから自称つけとこうと思って、自称。
え、公式にもコモモでニックネームつけたよ、ちゃんと。ねえ、みんなついてたよね。そんなこと言ったら多分牛タンって書いてるのも仙台じゃないからあれなんですけど。いや、ちゃんともう英語部ですよ、そこ嘘じゃないですよ。 Do you love talking in English? Yes, yes. Very, very, very love, love English. I love English. Nice to meet you. Hi. ベリーラブラブ言ってる。あゆこも、いえ、マイネームイズこもも。センキュー。Do you wear not be idol? What do you do now? ももがもしアイドルじゃなかったら、あなたは今何をしていますか？だよね。あれ合ってるよね。I study. I study. I study. Five subjects. 絶対違う。ご教科。What are your profession? なんだっけそれ。なんだっけそれ。何何してる、あい、なんて呼ぶのこれ。僕は実は中学で英語の勉強は。あの止まって。I might、 なるほど、 I might study English。 私は英語を勉強しているかもしれません。 I might。 メイって普通に習ったかもしれん、中学で。あ、食料か。プロ、I am idol now. I can. I love dancing. とか。でも私英語全くできないけど、英語喋るのは嫌いじゃないのよ。できないけどね。楽しい。 Don't be、 なんだこれ。 You want something?どういう意味だ、読めてないよ。英語発給、いやいや、ちゃんと私あれだよ、あの英語5級の英検取ってるんで、5級はあります。さすがに5級はあります。
次の話か。韓国語、韓国語ね、友達の本で読んでたぐらいだからね、どうやろうか。でもやってみたい。5級って、うん、私もなんで5級を取ったのかは私の中でも意味よく分かんないというか、How about talking type test? 私やったことあるっけ。やったことあるかな、あれ。あ、読み方合ってる、しかも。語学語って言ってあるから困っちゃう。でもあの語学語を歌うときはちょっと前に練習しないと忘れちゃうの。やばい、読めないぞ、読めない英語がいっぱい。キャッ、サミットで披露し発音難しい、発音ドイツ語が一番難しいですね。あ、スペイン語全然わからない。アリセモモカって書いてる、韓国語。スペイン語わかんない。コールというミントテリングミワユー What's you like? 何これは。略せてもない人。中学で時止まってるわ、もうか。中学でももうのでも覚えてないかも。ひっ、うん、頭いいね。何が好きなんって言ってあります。何が好きな、 I love everyone。 なんかさ、萌え台詞をさ英語で言えばさ恥ずかしくなさそうよね。やらんけど、やらんけど、ね。文字覚えて、覚えてるよ。ただ可愛らしさがなく、それはそう。ポーズ付き合う、ジェスチャー大事。確かに英語はね、なんか頑張ればね、なんかジェスチャーとかでいけるよね、単語とかで。もんちゃんは地雷だ。ほんと？ほんと？ジェスチャー、ハローハロー、アイムリセンラブユーでアメリカで生きていける、本当にそれで生きていけるもんか。ラブラブって、ラブユーナイストミーチューってずっと言っとこうかな。もう生きていけるかなあ。イタリア行った時はクエストウノ、これ一つ、ああそうね、
頼むときにね、ジェスチャーは割と伝うね。英語とかやったらまだ単語がちょっとわかるじゃないですか。だからまあワンとか言えばさ、ワンプリーズとかさ言えばまあ伝わるからさ、なんとかなりそうではあるけど、なんでもそう、なんでもイエスはダメ。そのもの、 I'm Momo、 I'm Peach。 こんばんは、こんばんは。 I'm Japan、 I'm from Japanese。 Thank you。 単語で一番簡単なのイタリア。え、そうなの？九十マインドイフフォールイフアイフォーん、アイフォーユアアイフォーウェアフォールフォーユーということだ。どういうことだ。あなたのこと好きになってもかまへんと言ってる。イエス、告白されてるんかもか。イエスイエス、ウェルカム、ウェルカム。I love コモモちゃん、好きになってもいいですかって、めっちゃ鳥で鳥でね。鳥で撮った。明日朝早く寝て、おやすみ、グッドナイト。あー、いい夢見てねっていう英語がわからないよ。 You sleep happy。ムズムズするわからないから、なんて読むのこれ。グッドドリーム、そうか、夢がドリーム。ハブはグッド、ハブはグッドドリーム、ハブはグッドナイト。ありがとう。いや、なんて読むんだこれ、なんて読むんだ、読めないよ。なんでみんなそんな頭いいの。すごいね、ももか全然わかんないよ。すごいみんな略してくれたり教えてくれて、あ、私も明日は YouTube で Me too って言っちゃダメなの。自分大好き、確かに、なるほど、そういうことか。私も愛してる You too、 そうだよね、 Me too って言った。私も自分大好き、確かにやばいね、それは。あなたのこと好きだよ、私も私大好き。ダメだそれは。普通に吸ったり吐いたりしますねっていうの。うん、なるほどね。あ、可愛いからそれ。言った、確かにダメだね、それは。あれよね、普通にアイス好きだよ、好きですって言われて Me too って言っても、私もアイス好きだよだからいいけど、あなたのことが好きって言われても Me too って言ったら、ももかも、ももかが大好きって。コートの話かは英語対トサメ。一回やってみたいけどね、英会話で話す。
愛いけどちょっとね難しいのね。たまにやるここでやる英会話、みんなとやる英会話は好きです。 Oh you love you し、オッケー。ちょっと引いとる。ちょっと引いとる。勢いで見てて言っちゃいそうだよね。わかるわかる。ちょっとずつちょっと事象が伸びていくように頑張ります。ちょっとずつね。でも英語話すのはね楽しいよね、できないにしても。 I will eat ice cream from now on。I will。 今食べてるのアイスクリーム。I please、you please ice。 I will だから食べる予定みたいな。You too. 今からしたらいいね。 All you need to 何これ英語は使えるよみたいな。絶対違う。 Will you busy tomorrow? そこそこ、そんなに大丈夫。そうだよね、私めっちゃ配信してるよね。めっちゃ配信しとる。あ、輝く、あ、磨く、これ磨くやった。I see、 なるほど。じゃあそろそろ読みましょうかね。英語使えるようになるには英語使ったらええねんと言って。なんでそんな訳せるの、頭いいね。しかも片言。みんなの頭の良さが伝わった一日でした。頑張ります、事象がのくように。ちょっとおバカなので。1時間やろうって思っとったら2時間になった。英語の技術磨くならただ使うとです。そうね、英語やるしかないよね。ないよね。楽しかったね、モカも楽しかった。ふふふ、虫頭がいいか大丈夫、本当ですか。楽しい夜、本当もうぬこの話とか覚えて。じゃあモカそろそろ読みますよ。このまま配信楽しかったからあっという間だったよ。リカチとシミサだと英語もそう、一緒にやりたい。英語部副部長なんでね。トシさん、ランプありがとう。幻さん、だるまありがとう。ドラガンさん、ランプありがとう。
てちゃん星ありがとう、くちゃんかわいいありがとう。さあまずはこのこのグフちゃん英語喋ってイエーイ。ここでみんなが私の英語力をちょっとでも磨いてくれたら私は自称がのくかもみんな先生子供じゃないよ、子供だよ確かにいけるね。おつこもも、おつこもも オンライン授業、ほんとよオンライン授業してるよ、ここで。 Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you, thank you. カムサハムニダ。あっという間でしたね。顧問先生ありがとう、ありがとう。韓国語もいけない、ちょっとしか分からんけどね。ではそろそろ読みましょうかね。グラッシュ、グラッシュ、グラッチェ、間違えた。読みます。怖いね、怖いね。熊之助さん、ハートありがとう。つかさん、姫ありがとう。10歳のエイトさん、ありがとう。12のゼータンさん、ありがとう。お、グッドナイト、グッドナイト。11のコウスケさん、ありがとう。12のマッピアノノッピーさん、ありがとう。お話し会で、こもちゃんよりさん、楽しみ待ってるよ。9位のタカピさん、ありがとう。こもも呼びするね。今日も楽しみ、配信ありがとう。口たくさん、ありがとう。8位のドラゴンさん、ありがとう。今日も、かわいい。こもラムです。話し方しありがとう、ラムです。7位のあゆにぴーさん、ありがとう。6位のはるさん、ありがとう。5位のまつさん、ありがとう。4位のふくちゃん、ありがとう。こもも組、こもも沼、こももが好き詰まっとる、ありがとう。3位のリチャードさん、ありがとう。もも沼から抜け出せない、抜け出せないよ2位のひでくんさん、ありがとう。1位のひんやんさん、ありがとう。ありがとう。ちょっと変わっちゃった？2回読んでたらごめん。6位のはるさん、ありがとう。あとは11位のこうすけさん、ありがとう。12位の昔返せないわけかんじゃ、今日もこももが世界で一番の続きは ありがとうございます。あとはみんなのこと読めとるかね。読めてるね。うんうん、ありがとうございました。親子ももバイバイ。 Thank you. See you tomorrow.バイバイ。おやももん。